坂本修司は、日本の体操コーチ。レジックスポーツ所属1974年、中京大学体育学部体育学科2年在学時に、現役を辞め指導の道に入る。1977年大学卒業後、岐阜県、伊比郡大野町教育委員会に就職。1979年大社、レッツスポーツレッツ体操クラブ名古屋に入社し、 ジュニア体操のコーチとしての本格的な活動を始める。1995年福井県鯖江市で行われた体操世界選手権の日本代表に教え子の橋口美穂が選ばれ、日本体操女子は団体で9位に入賞し、1996年アトランタオリンピックの団体出場権を得た。また、橋口美穂はこの年の全日本選手権大会で、 個人総合優勝を果たし、初めて関東から地方に優勝杯が運ばれた。また、我が社地国体体操少年女子チームに、橋口美穂、徳能香織が出場し、全国チーム優勝し、自身も優勝コーチとして、表彰を受けた。1996年、橋口美穂が1996年、アトランタオリンピックの日本代表に選ばれた。 1997年ローザンヌ世界選手権に徳農香織が出場し、自身もコーチとして参加し、日本女子は団体9位に入賞した。普山はアジア大会に橋口美穂、徳農香織の2名が日本代表となり、自身も日本代表コーチとして大会に出場し、日本チームを3位に導いた。またシチリアユニバーシアード大会に橋口美穂が、 日本代表となり、自身も日本代表コーチとして大会出場し、日本女子は3位に入賞した。1998年9月、こうした指導の経験と成功をもとに独立し、レジックスポーツを立ち上げる。レジック、リージックは LETS ジムナスティックスクラブの略語で、1体操の普及、2選手の育成を目的とした本格的な、 体操教室を経営する会社である。1999年7月、名古屋市西区、名塚町に、レッツ体操クラブ名古屋名塚港を、開港2001年西葛外郡葛町に2校目となる、葛港を開港2005年メルボルン世界選手権に、レジックスポーツの黒田真由が、日本代表として選ばれた。自身も代表コーチとして参加し、 黒田は段違い平行棒で4位に入賞した。2006年、黒田真由がオーフス世界選手権大会に出場し、段違い平行棒において2年連続して4位に入賞、個人総合でも世界15位に入賞した。2007年名古屋市北区に3校目となる楠スノ校を開校した。2008年、黒田真由が北京オリンピックに出場、日本体操女子を 団体5位入賞に導く大きな役割を果たした。2009年4校目となる春日井校を春日井市、下木町に開校した。2011年レジックスポーツの寺本飛鳥が15歳という若さで東京世界選手権大会の日本代表となる。7月ジャパンカップに寺本飛鳥が出場、日本女子は団体にいい銀メダルを獲得した。 7月の韓国カップでは、寺本明日香が段違い平行棒で、金、平均台で銀、床で、銅メダルを獲得した。レジックスポーツは、現在4校開校し、会員数900名を有する体操クラブに成長した。現在までに、オリンピック選手2名、世界選手権出場選手5名が出場している。ありがとうございます。